はい、皆さんこんにちは、おさきです。今回はうーちゃんに検証&ドッキリをしていきたいと思います。はい、ということで、何の検証とかドッキリをしていくのかというと、おさきに催眠術をかけたら本当にかかっちゃったドッキリです。はい、実際にうーちゃんが催眠術かけられたらどういう反応をするのかっていうね、検証&ドッキリでございます。私的にはうーちゃんは、まあ、信じる、なんか、すごい、うーちゃんすごいみたいな自分で言うと思うんですけど、まあ、次のからね、うーちゃん呼んで催眠術をかけてもらいたいと思います。それでは、どうぞ。今日の企画は、はい、はい、おさきちゃんに催眠術をかけます。おー、絶対かかんない。何これ、こちら典型的なやつじゃん。本当にかかんなかったらごめんね。修行したんですよ、ママ。絶対嘘。かかるわけないじゃん。この五円玉を見つめてください。はい。あなたはだんだん眠くなる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 。起きて。寝てたよ。嘘。寝てました。絶対嘘、絶対嘘。かかっちゃってます。ね、絶対嘘。待って、マジで？これさ、誰でもできるってわけじゃないんだけど。うーちゃん、やってみる。本当にねねにかけるんだよ。ね、絶対かかんない。ちょっと怖くするね。うん、いい、うん、だんだん眠くなーれ。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 起きて。寝てたよ。かかってる。本当に？本当に？やったー。え、本当に言って？全然覚えてない。じゃあさ、え？ゆうちゃんさ、どんどんかけちゃっちゃえば。何かけたい？笑っちゃう？手伝う？ああ。そんなんかかるわけないじゃん。かかるよ。絶対かかんない。私が手を届いたら、笑いが止まらなくなる。絶対嘘。いくよ、一斉のせ。ヘビみたいな。え、かかってる？ヘビ？え、かかってる？待って、ゆうちゃん。ゆうちゃんセンスあるんだよ。すごくない？ちょっと分かった。お水が甘くなるやつにする。あー、いいです。甘くない。でもお水だってさ、味しない。あと、このお水はとっても甘いです。一回飲んでみ。一回飲んでみ。これはかかってないの、まだね。うん、うん、普通ですね。私がパチッて、うん、叩くと、うん、甘くなりますよ。絶対です。味しなかったの今なんだけど。本当にね。いい？せーの。うん、甘ーま。あ、ちょっと待って待って。え、待って。え、待って。どれ？あ、甘いんだけど。え、どういうことかかってんだよ。甘っ。え、ゆうちゃんすごくない？え、すごいんだけど。いや、何やっちゃう？あの、あれ、あの曲がるやつ。手曲がるやつ。あー、パチンってやったら曲がらない。うん、でも曲がるよ。いい、手曲がる。せーの。待って、動かない。ちょっと待って。待って、なんで？パチンってやったら治ります。せーの。
どういうこと？やった。かかってる。ちょっとママにもかける。え、すごいんだけど。ちょっと待って。パチンってやったら曲がりなくなってみます。せーの。え、本当に曲がんない。なんで？友達とさ、これで行って。やだよ。戻してよ。やだ。いいよ。せーの。え？やば。なんか痛いもんね、なんか重い感じするよね、うん、催眠術だからゆうちゃんが言ったことを全部ねねやっちゃうかもよ。ゆうちゃんが言った通りになるんだよ。猫とか犬とか。あー全部やる。ゆうちゃんじゃあ行くよ。パチンってやったら猫になる、うん、いや普通だよ。せーの。ねえ、やだ。絶対いい？じゃあさ、うん、ゆうちゃんがパチってやったら大好きになる。はい、せーの。かっこいい。あ、かっこいい。すごいすごい。かっこいい。嬉しい嬉しい。
してたよね。いや、ママとなんで喧嘩してるかな。ママとねえねえ。ママはいい、ママはいい。せーの。ママはいい。かわいい。ねえねえ。ちょっと待って、ママかわいいよ。ねえねえ。これやめてよ。え、何今のハート。え、何やってんの。大好き好き。今はなんか笑ってて可愛い。笑ってて可愛い。笑ってて可愛い。可愛い。ねえ、なんでってこれ。可愛い。可愛い。ゆうちゃんも3人で大好き。みんなと結婚したい。みよみよみよ。やったやったやった。はい。オッケー。いつか。そんなところも愛おしい。いや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 。え？何？何？え？なんか何今の？なんか髪の毛ボソボソになってない？え？どうしたの？どうしたの？え？じゃあ終わりでいいですか？あ、リアル、リアル。まずね。ということで、うーちゃんは催眠術かけられました。ということで、あんまり覚えてないんですけど、うーちゃんは催眠術かけられることが判明しました。でも力もね、そうね、この力はあんまりみんなにはね見せないように、友達とかに使っちゃダメだよ、うん、自分でこんな流れはい、ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。ゆうちゃんお先にします。はい、ということでね、ネタバラシをしようと思ったんですけど、ふーちゃんがもうあまりにも信じすぎちゃってて、ネタバラシするのちょっとかわいそうだったので、今ちょっと一人でエンディングを撮っております。ふーちゃんもう完全催眠術師に来ちゃってましたね。いや、待って、こんなに信じてくれると思いませんでした。私めっちゃノリノリでしたね。じゃあ次ウサギとか言ってちょっとやってる側もすごい恥ずかしかったし、特にハローくんのこと大好きになっちゃうみたいな催眠術マジでありやだったんだけど、でもこれをね、みんなにやってしまうと、あれ催眠術かけられなかったんじゃんってなっちゃって、ちょっとかわいそうなので、あんまり人にはやらせないようにしたいと思います。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。